今日は帰るね。じゃあまた。ありがとうございます。気をつけて。よ、ジョーちゃん。おっと。こんばんは、ミスタードノバン。来たな。親父がよく言ってたよ。金属の義手した女のケツには絶対触るなって。ボスのことかな。金属じゃなくてプラスチックとカーボンファイバーだと思うけど。カチカチに硬かったぞ。俺のあそこが触れたからわかる。そうですか。普段から挨拶代わりにそんなことするんですか？俺はな、好物を見ると自分を抑えられない男なんだ。もっと心配はいらんぞ。お前さんには手を出さん。お前さんの胸は俺の別荘地より真っ平らだからな。ガハハ、クソセクハラじ。忠告しときますけど、あなたに飲み物や食べ物を出す人を怒らせない方がいいですよ。気を悪くするな。貧乳好きのやつもいる。俺は違うってだけだ。もう、セクハラにセクハラを重ねる。今日はあまり長居できないぞ。これから仕事があるんでね。やった！それはさておき、いつものをもらおうか。いつもの。やだね。いつものを3日目にして常連気取りとはね。まあ、こんだけね、印象強ければ、いつものって言われてね。わかるよね。できました。L サイズのビルス。いつものです。そうだ、これだ。今日はどうされたんですか、ミスタードノマン。昨日インタビューしたアイドルがまた数週間後にグリッチシティに戻ってくるらしい。だから独占インタビューの約束を取り付けていたんだ。ちゃんと仕事はするんだね。うまくいきましたか？おいおい、誰に向かってそんな口を聞いているんだ。俺はドノバン D ドーソン DDD。欲しいものは必ず手に入れる。まあ他のメディアの編集者を多少脅迫したりはしたがな。しかし結果が全てだ。なるほど。って脅迫？酔わせるべき連中を酔わせればその手のことはゴロゴロ出てくる。ん？おい、あのグラスのサインは？ああ、あれは。あの巨乳リリムがここに来たのか？ええ、昨日コンサートの前に。何か美味しい情報は知れたか？言えませんが。いいえ。ゴシップは？いいえ。スキャンダルは？いいえ。おいおい、何かあるだろ？仕事に対する彼女の情熱はとてもまっすぐ純粋でした。だからそれを台無しにしようとする人は恥を知るべきです。かっこいいね。でもめちゃめちゃプロ意識の高い人でしたよね。きらみきは。俺にそんなたわごとはよせ。なあ頼むよ、餌をくれ。何でもいいから。何も出ませんよ。ただとは言わん。いくら払えば口を滑らせてくれる？ほんと何もありませんってば。彼女が不利になるようなことは、あなたが知らないようなことは何一つ言ってませんでした。そうか。なあ、ジョーちゃん、リリムに乳首はついてると思うか？乳首、え？ポルノに出てるリリムには乳首がついているが、それは後から映像加工されているだけかもしれん。だから、昨日リリムのアイドルにインタビューしながら、俺はずっとこう考えていた。こいつの乳に乳首はついているのかと。もう、そんなことばっかなんだ。まあ、なくても構わんのだが、とにかく答えを知りたいんだ。それよりも不思議なのは、リリムをデザインしている技師たちはどう思っているのかってことだ。想像してみろ。部屋いっぱいに集まった連中がリリムに乳首をつけるかどうか議論している姿を。野郎どもやレズのエンジニアどもがガン首揃えて最新モデルのあそこの締まり具合はどうだとか話し合っているわけだ。連中に幸あれかしだ。うん、古本。明日はどんなニュースが載るんですか？スクープ情報を教えないようなやつにどうしてこっちの情報を教えないとならんのだ。逆にそのまんま返しますが。本当に何もないのに何を教えればいいんですか？はは、まあいい。今日はおとなしくしておいて、今のは聞き流してやろう。ハービンガーとかいう連中について聞いたことはあるか？ないと思いますけど。ホワイトナイトの転覆を企んでいる集団だ。この前便所に奴らのビラが貼ってあってな。なかなか興味深かったし、トイレットペーパーにもってこいだったんだが、そいつらが言うにはホワイトナイトは腐っていて、暴力団の親玉みたいのがはびこっているとか。どこまで聞いた話ですね。それでそのハービンガーとかいうのがどうしたんです？連中がいくつかのメディアにメッセージを送ったんだ。自分たちの主張を裏付ける証拠を見つけたと。それを明日公開するつもりらしい。へえ、それは楽しみなんですかね。もちろんだ。よし、ブリーディングジェインをくれ。それで引き上げる。わかりました。彼の注文はブリーディングジェイン。珍しいこともある。ブリーディングジェインってなんか作ったことない気がすんな。
鏡の前でこの名前を3回唱えるとバカだと思われる。でもなんかこの文章は見たことあんな。わかんないけど L サイズにした方がいいかな。ブレンドだからこれが速くなった瞬間に止める。できました。どうぞ。お前さんにはちょっと簡単すぎたか。小耳に挟んだが、この店はゼイナデインが切り盛りしているんだって。ええ、クマとの一戦があった後にはなおさらだ。今どこにいるんだ。ちょっと用事でって。クマ、あれは6年前のことだ。金欠のデイナ・ゼインがファイトマネーを求めて地下リングに姿を現した。え、クマと戦うの。対戦相手は10匹の恐れるグリズリーベア。彼女はクマたちを殺すことなくノックアウトした。やば、人間じゃないよ。もう10匹ってもう盛られてるでしょそれ。おまけに試合後は野に返してやったらしい。かっこいい。あなたは観戦していたんですか。俺は酔っておまけにうんざりしてた。だから言えることはあまりないが、その一戦で腕を失ったのかどうかご存知ありませんか。ぐでんぐでんに酔ってたんで覚えとらんな。その時にはもう義手だった気もするが、スタジアムから場外までボールを投げた時に腕を失ったって誰かが言っていたな。どういうあれで腕を失うの。あんまり強く投げたから腕がすっぽけ抜けたとか。それもう義手だったでしょ。義手が抜けたんでしょ。まあ根も葉もない噂だろうが、それもボスが自分で広めたんだろうな。そろそろ行くか。デイナが戻ってきたら礼を言っておいてくれ。おかげで2艇目のヨットが買えたってな。彼女の勝ちにかけて稼がせてもらったよ。またのお越しを。はいはい、終わった。じゃあ今回もこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。